怪物対決。筋肉の怪物ジャパンのブンブン丸藤本勇介、そのぶっとい二の腕がうなりを上げるブンブンパンチは、当たれば KO 間違いなし。そのパワーなんと4トンバスを軽々引っ張り、さらに去年ボタボクシング世界王者のボタをも破った。そんなブンブンマリオ、この怪物をやっつけろ。身長2m25cm、 アマゾンの大巨人モンターニャ・シウバー。対戦相手藤本との身長差はケマン史上最大のなんと 47cm。 その上この巨人、意外とテクニシャン、あらゆるキックを使いこなす。こう見えてなかなか器用な大巨人、怪物2匹今宵激突。アボコムは225cm、 141.7kg、 モンターニャスーパー怪物沖縄上陸、アマゾンの大巨人モンターニャーシューバー。赤コーナー178cm、 102.4kg、 K-1 ジャパングランプリ2003準優勝、藤本勇介。怪物退治なるか、ジャパングランプリ2003準優勝、ブンブン丸藤本勇介。レフリー大谷敦史、ジャッジ三岡正人、後川俊之、友武太郎。この対決は史上最大のハンディキャップマッチです。藤本身長178cm、 一方シューバー胸からはるかその上に 2m25cm、 二人が並ぶとこういう絵になります。身長差実に 47cm、 もちろんこれは K1 史上最大であります。場内がどよめきました。藤本の目線にはシューバの胸、見上げたはるか先にその顔があります。果たして藤本のパンチは届くのか。ラーワン、怪物対峙なるか。さあまずは藤本勇介の第1ラウンド立ち上がりです。なんといっても身長差 47cm、 赤のグローブ藤本。さあしかしその47cm 身長差はあるんですが、中入って潜り込んでパンチでノックアウトしたい、そう話しました藤本です。まあ本当に本当にすごい差なんですけど、こういう、背の高い選手に関してはこうやって下から崩すのが定石なんですよね。そうですね、最近のこの藤本は、まあ、パンチはもともと威力はあるんですが、最近はローで試合を組み立ててますね、はい、だからこのローキック、あるいはボディへのパンチからいかにつなげるかだと思うんですけど、しかし今のこの左の、はい、いやだけど予想以上のプレッシャーですよね。そうですね、身長 2m25cm、 その圧力は相当のものと思われます。意外と本当テクニシャンなんですよね。そうなんですよね、軽く当てたジャブがもう本当にストレート以上に威力を誇ります、はいはいはい、さあ詰めた、さあ下から突き上げていく藤本、ね、ローを蹴ろうとしても向こうの手が届きそうで嫌なんじゃないですか。そうですね、今ジャンプしながら顔面にパンチをめがけていきました藤本勇介であります。逆にモンターニャがそれ手を伸ばすじゃないですか、はい、それ止まっちゃうんですよねパンチが。そうですね、重い右のミドル、バチーンという音がここ沖縄コンベンションセンターに響き渡りました。こんな大きい人なかなかいませんからね。 2m25cm、 15歳で身長が早くも 2m あったと言います。左のミドル、スパーリングアイドルでやったことないと思うんですよ。そうですね、しかし一方関根さん、この藤本は去年大活躍しましたね。素晴らしいですよね、モタに勝ちましたしね。そうですね、去年はジャパン最多9試合戦って6勝3敗という大成長を遂げました藤本勇介が、この2004年の戦い始め、モンターニャ・シューバ、アマゾンの大巨人と対します。さあ右入った左、いいパンチですよ、惜しかったですね。そうですね、顔面届かないですよね。リーチの差がおよそ22センチあります。さあ果たしてそのモンターニャ・シューバの深い懐にこの藤本勇介が入ることができるのか、狙ってはいますね。そうですね、まあ、本当に今 K-1 ジャパンの中でナンバー2といえばもうこの藤本選手で、今年ナンバー1になるかどうかということ で、 そうですね、まあ、どんどん相手が強豪になってくると思うんですけどね、そこをクリアしてもらいたいですけどね。左のミドル、あ、いいポイント、あ、頼みに入った、そしてここで抑えます。第1ラウンド、この藤本勇介が積極果敢にモンターニャ・シューバその懐に入っていきます。一方まだこのシューバちょっと不気味ですね。不気味ですね、
右のミドル、これはスリップです。ダウンではありません。意外と守りの硬い選手なんですよね、モンターニャって。そうですね、しっかりとあの脇を締めて、ガードもすごいしっかりするんで、本当ホーストもなかなかあのホーストが倒せなかったですからね。そうですね、ダウンすら奪えませんでした。あの武蔵も本当に倒せなかったですけども、さあ第1ラウンド残りが少なくなってきました。そんな相手なんですが、この藤本はノックアウトで倒すと、そう話しました。さあブルーコーナーに追い詰める。ここで第1ラウンドが終了しました。第2ラウンドのゴングを聞きました。赤のグローブが日本の藤本勇介、一方青のグローブがアマゾンの大巨人モンターニャ・シウバであります。史上最大の身長差、実に47センチ。その怪物退治なるか、藤本勇介の第2ラウンドです。まあ、この藤本曰く、この試合は間違いなく僕はスピードがポイントになるということで、もともと112キロあった体重を今回は10キロ絞って102キロに落としてきました。動きはいいですよね。本当出入りをいかに早くするかってことだと思うんですけど、そうですね、下から崩すという、今また一つ懐に飛び込んでいきました。シウバサイドはね、はい、もうちょっと距離を詰めて蹴りを出していけと、もっともっとその距離を詰めろというアドバイスが出てますね。ということはこの距離はまだ藤本の距離と考えていいんですね。いや、藤本選手の距離でもないとは思うんですけど。あ、そうですか、ワンツー、意外と距離を取って、はい、距離詰めてですね、はい、本当にローキックとかですね、あの元々ムエタイの、ね、トレーニングを積んでるんで、そうですね、シウバ選手自体ですね、はい、右のハイキックは空を切りましたが、この放送席までその風が届いてきました。鈴木さん、はい、藤本サイドは動いて動いてボディを打って上へという指示です。なるほど、ボディから、まあ、最終的には顔面へのパンチというのが藤本の作戦です。さあ中へ入ろうとするんですが、右へ左へ動いて藤本裕介、そのチャンスを伺っています。体のキレ、スピード全て絶好調、今現在体が思った通りに動いていると話した藤本裕介です。しかしちょっとまだそのタイミング、そうですね、入れないですね。そうですね、左左休み気入った、画面入った、あとブロックした、怪物が今動いた、怪物が揺れた。第2ラウンド、藤本は言いました、第1ラウンドはまず相手の様子を見て、第2ラウンドからフルパワーでいくと、その第2ラウンドに入っています。2003年の K-1 ジャパングランプリ準優勝の藤本裕介、左入って右、モンターニャもやりにくそうですよね。あの動きが速いなと思いますよ、藤本選手。そうですね、あの、まあ、藤本に対してその47センチの身長差を伺いますと、まあ、もともと僕は対戦する相手は基本的には全員身長は低いんだということなんですが、確かにこの50センチはパンチ上から下へ落とさなくてはいけない、そのあたり難しいと話していました。やっぱりあの大きい人は小さい人が多い、左右一発いったのか、衝撃の左のジャブ、グラッと来ている、どうだ、藤本立てるか、立って、そして今ファイティングポーズを取ることができるか、立った立った、しかし危ない、スリーノックダウン制です。2つ目のダウン、第2ラウンド2つ目のダウン、さあ立てるか、藤本立てるのか、立ち上がった、場内大歓声。さあしかしあと1つのダウンで、おっとここで第2ラウンド終了、藤本はゴングに救われたという形になりました。ここまでは第一生命、クリスタル、日清食品とご覧のスポンサーの提供でお送りしました。2メーター25センチから振り落とされるこのパンチ、蹴り入れたところ入っちゃいましたね。そうですね、しかしこれ2回目ですね、クリンチに逃げようとしたんですけど距離取られて、何かこう関根さん、ハンマーパンチのようにね、もう 体重がありますから ね、もう手打ちでも効いちゃいますよね。141キロの体重全て乗っけて2つのダウンを奪いました。第2ラウンド、さあ第3ラウンドです。第2ラウンド2つのダウンを喫しました藤本裕介。さあそのダメージはどうですか、残ってますか、ハンツー、そこに入って右、左、左、ダウンを回れても積極的に飛び込んでいきます藤本裕介、打ち出てきますね、決してひるむことはありません、下がることはありません。
どうですか、第2ラウンドの2つのそのダウン、ダメージありますか。今のところ、はい、今のところ感じないですよね。感じない、いきなり、しかしこのままじゃ見えない。打ち合いですよ、打ち合い。さあ、激しい打ち合いになりました。これどっち倒れるか分かんないですよ。逆にチャンスですね。ちょうどチャンス、グッパ出てきました。そうですね、グッパ選手、グッパ選手、あー、生きてる、生きてる。怪物が今、後ずさりした。さあ、このラウンド、藤本が立ち上がりから積極的に攻めています。効いてますね、動きが止まりました。いいパンチありましたね。そうですね。しかし、このモンターニングだね。パンチが、パンチが顔面当たるようになってきました。右、左、激しい打ち合い。どうだ、これはダウンか。あっと、これはダウンを取りました。右です、右。さあ、立てるか、どうだ。あっと、ここでレフリーが試合を止めた。モンターニャ・シューバノックアウト勝利、 K1 初勝利を飾りました。モンターニャもね、初の KO で初の勝利ですからね、これが。そうですね、うん、いやだけどね、これは藤本選手が打ち合ったからですよ。そうですね、藤本選手がもうこうモンターニャの、ね、いいところを引き出しましたよね。この藤本は一歩も引かず、特に第3ラウンド自分から突っ込んでいきました。それにしても関根さん、このモンターニャ・シューバのこのプレッシャー、そして重いパンチ、モンターニャは、ね、どんどん進化してますよ。そうですね、これからの怖い存在ですよね。